チャーシューでございます。うまいっすね。うん。ソロメシ TV。いやー、豚骨日和ですね。いや、豚骨日和だ。はい、どうも、ソロメシです。よろしくどうぞ、よろしくどうぞ。さあ、始まりました。ソロメシ TV のお時間でございます。皆さん、こんばんは。さあ、今日私はですね、八幡西区は三ヶ森の方に来ております。そして、今日の北九州グルメは、ラーメン。ちょっと、早いんじゃないの、豚骨チャージのペースが。またラーメン。いいんです。豚骨は何本注入してもいいんです。もう調子が良くなる一方でございますよ。そして今日の行くラーメン店なんでございますが、いやー皆さんお待たせいたしました。本当にお待たせいたしました。前からずーっと言われておりましたラーメン店やってまいりました。とうとうソロ飯、ありがとうございます。それではお店の方発表いたしましょう。でんてけ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 ラーメン一発。あーさー一発きたー。来ました、ラーメン一発にやってまいりました。皆さんもう待ちに待った一発でございますよこれ。いやでもね、ラーメン一発のラーメンめちゃめちゃ美味しいと評判なんでございますが、もう口コミも結構高いですからね。でもね、なんとラーメン一発、ラーメンだけじゃなかった、焼き飯、焼き飯もうまいらしい。っていうか焼き飯がうまいらしい。これはもう焼き飯 TV の時間でございますね。焼き飯 TV。 いやいいっすね、今日だからラーメンと焼き飯のダブルでございますよ。はい、いや非常に楽しみだ。すぐ行きましょう。それではラーメン一発行ってみよう。あ、で一応ですね、行く前にラーメン一発の結構ね、駐車場が分かりにくいって言われるんですけど、全然簡単っす。ラーメン一発のお店の裏手側にあります。ここがちょうどラーメン一発の裏手側になるんですね。で、ここなんか書いておくね、駐車場が満車の時は窓から声をかけてください。ここから声かけるそうです。開いてないよっつって。で、ぐるっと回ってこちら側、はい、ここ3台止めれますね。うん。でここの駐車場がいっぱいの時はこの第二駐車場ちょっと先にあるみたいですね、こちらの方へと。そして、駐車場を止めたらここからですよ。ここがラーメン一発の道。ここ入る。うわすげえ。ここの駐車場からこのね、すぐ横のところを通り抜けてパーン着きました。はい、ここでございます、ラーメン一発。それでは行ってみよう。ラーメン一発で入ってまいりました。めっちゃお客さん多いんやけど、ちょっとね若干お昼時を外してきたんですよ。で並んでなかったからそんなにいないのかなと思って入ってみたらバリましたお客さん。っていうかね、店内あれやね、めっちゃ広いんやね、こんな広いとは思わなかった。で今回私ラーメン一発で注文するのはですね、チャーシュー麺セット。やっぱね、ラーメンと焼き飯をしばいとこうかなと。チャーシュー麺がうまそうで、で確かね視聴者の方にね、チャーシュー麺おすすめって言われたんですよね。ともちろん焼き飯をつけたいので焼き飯セットの、チャーシュー麺セットで、一応ラーメンセットはですね、焼き飯が小サイズになるそうです。まあ普通サイズでもいいんやけどね、セットがやっぱりお得なので、今日はチャーシュー麺セット楽しみですね。さあ、チャーシュー麺やってまいりました。超うまそうなんですけど。いただきます。一応チャーシュー麺の具材の方はですね、きくらげ、そしてネギ、青ネギですね、ともやしとごまが少々振りかかってるような感じで、やはりチャーシュー麺なので何枚入ってるんですかねこれ。1枚2枚3枚4枚5枚6枚入っております。いいですね。それではスープからいってみましょう。結構ね透明度があるよねこのスープ。
あー、美味しいですね。あー、なるほど。これはちょっと好きかもしれない。あっさりだけど、塩味は結構ある感じかな。うん。で、旨味がふわーって広がる感じ、豚骨の。塩味具合がいいね。じゃあ、麺いってみましょう。麺は結構細麺でございますね。中細ぐらいじゃないかな、これ。いや、前回に続き細麺続きでいい感じですね。野球じゃ結構珍しいもんね。うん、うまいっすね。うん、麺うまいね。ここちょっとね、小麦を感じる感じの細麺で、このスープに合ってる。めちゃめちゃ、うん、うまい。美味しいでございますね。大盛りにすればよかったね。大盛りあるんですよ、 1.5倍に。替え玉あるんかな、ここ。あるね、替え玉いきましょうか。じゃあちょっとチャーシューいきましょう。はい、チャーシューでございます。大きさはね、結構普通サイズで、厚みはこんな感じでございますね。で、脂身と肉感がね、結構バランスいい感じで、はい、若干プルン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 って感じ。じゃあいただきます。あ、チャーシューうまいっすね、チャーシュー。ちょっとね、甘みがある感じかな、このチャーシュー。味付けがなんかすごいいい感じ。脂身のところは結構トロントロンな感じで、でもこの味付けがうまい。チャーシューの肉感も感じるね。いいっすね、いいバランスじゃない。もらめなくなったね。ちょっと焼き飯行く前に替え玉いとこうか。すいません、替え玉一つバリカタで。替え玉バリです。 A さんです。お願いします。ペロッといっちゃったね、これね。替え玉のバリカタです。ありがとうございます。来ました、替え玉でございます。替え玉一杯140円でございますね。バリカタで注文いたしました。はい、はい、復活。じゃあね、味変いってみましょうか。テーブル周りがですね、まずこれですよ、高菜です。じゃあ、この一発の高菜がめっちゃうまいらしい。これね、ラーメンにもそうだけど、チャーハンにもいいらしいです。と、ここが紅生姜。あー、出ました、でっかい胡椒。これなんでしょう、ホワイトペッパー。へー、珍しいね。ニンニクもありました。いい感じですね、テーブル。すごいね、結構テーブル周り充実しとうね。まず、鉄板の紅生姜、はい、いきまして、じゃーん、これがうまいらしい。評判いいです、めちゃめちゃ。うら、うわ、うまそう。これうまいっしょ、この高菜。はい、このくらいで。からのニンニク、ニンニクちょっとっすね。じゅん。すごくない。あなたは黒と白どちら。今回私ホワイトペッパーちょっと気になるんで、これいってみましょうか。あ、ちょっとちょっと。ちょっとアゲンストかな、今日風を計算して入れると。はいはい、味変完了でございます。あー、いい感じ。あー、うまい。やっぱニンニクとこのホワイトペッパー効くね。あ、たかなうまっ。たかなうまくないですか、ここ。うん、おいしい。あー、辛みが結構効いて、でもなんかちょっと甘口ね、最初のあれは。あ、でも辛いね、やっぱ。どっちやねんって。ラーメンですね。うまっ、チャーシューうめえな。もう麺ないもんね。これはなかなか飛びますよ。完食。はい、うめえすラーメン。それではいよいよ焼き飯いってみよう。やってまいりました。じゃーん、これがラーメン一発の焼き飯でございます。一応チャーシュー麺セットなので、小サイズという形になります。まあまあ入ってますよね、量。いいじゃないですか。ちょっとしっとり系ですかね。こんな感じでございます。おっと、あ、なんか全然違うな、この焼き飯。ん、結構ね、味は濃ゆめで、なんだけど、なんて言えばいいの、これ。ちょっとこのジューシー感といいますか、玉ねぎ結構入れてるんじゃない、これ。玉ねぎの甘みが半端ないね、これ。で、ちょっとなんかその水分が出てる感じなのかな。うん。うめえな。なるほど。これが一発の焼き飯。
あ、これは結構ね、他にない焼き飯の中に入るかもしれない。視聴者の方も一発の焼き飯はちょっと違いますよって言ってたから、違いますな。うん、美味しい。ちょっとね、この香ばしい甘みがいいんですよ。あ、決まった。もう勢いで全部なくなる。高菜を入れたらうまいって言って。危ない危ない、忘れとった。今日最後の一口だけちょっと入れてみよう、高菜を。さっきラーメンに入れて分かったけど、まあまあ辛い。ちょっとでしょ、ね、でもこの焼き飯の甘みにこの高菜の辛みがなかなかの化学反応を起こすんじゃないでしょうか。これです、高菜焼き飯。重い道路2番です。あ、ほら、これはね、入れるべきだったね、最初から。うまっ。めちゃめちゃ合うやん、高菜これ。あー、最初から行くべきでしたね、これ。なるほど。全然大盛りいける。これあのね、高菜最初からインするべきですね、これ。めちゃんこ合います、これ。美味しいですね。もう一瞬でなくなりました。あー、美味しかったね。大満足でございます。いや、なかなか噂通りの一発でございました。これ2発でも3発でも来ないかんで、ね、これね。あー、ラーメン一発最高。あ、美味しかった。ごちそうさまでした。いい感じですよ。おすすめです。わー、美味しかったね。もう満腹でございます。いやー、まさかね、変えたままで行くとは思いませんでしたが、ペロリいっちゃいましたね。いや、でもね、ラーメンうまかった。結構僕好みの味でございましたね。結構あっさり系なんだけど、塩味が結構あって、味のバランスが非常に良かったでございます。美味しゅうございました。ね、替え玉いっちゃうぐらいですから。そして焼き飯ですよ。焼き飯うまいぞ、ここ。ここも確かにね、ちょっと唯一無二系の玉ねぎが結構濃ゆく入っている焼き飯でございました。はい。いいんじゃないですか？あ、いいと思いますよ。ぜひぜひ皆さんですね、八幡西区は三ヶ森に来た際は、ここラーメン一発、ね、一発言わず二発三発、してみてはいかがでしょうか。それではまた次回お会いいたしましょう。See you next!